こんにちは、アマチュア無線599の六助です。今いるところはどこでしょう。電波塔があるよ。国土交通省千曲川河川事務所戸倉にあります。はい、ここでですね、ドローンの、飛行許可じゃなくて届け出でいいんだね、出しました。あの榊の、なんだっけ、昭和橋から、大谷橋までの区間でおいて1月いっぱいまで、飛ばしていいそうです。練習していいそうです。はい、まいったな、OM にな、六助さん許可取ってくださいよって。いやー、もうそこは行動力の六助ですから。はい、あとは、上田市役所に行って、あの離発着はしていいそうです。で、上田電鉄さん、電気車危険、電気車往来危険、については、例のあの橋ですね、今あの電車が通ってないんで大丈夫だけど工事には気をつけてくださいと。あと航空法に言われている飛行禁止区域ですね、あの上田市内、あのいわゆるその住宅密集地に該当するところがあるんで、そこは航空法の許可が必要ですと。でも僕のやつはマビックミニなんで、そこの適用は受けないんだけれども、気をつけてくださいというところで、まあそのね、DJI 社が出してるこの危険区域、ね、飛んではいけないところではないところ、該当するところでは、これフリラと同じだよな、僕のマビックミニは軽いので、ということで、はい、とりあえずあの二陸徳はいらないそうです。はい、ということで技的証明ね、はい、出たということで、はい、国土交通省千曲川事務所からお伝えしました。